エッカ海王13年3月16日は、属性は姫、陽明は人口、中国全州の二祖、正宗広島拡大使、落葉古老に生まれた。はじめは、儒教や老僧思想を学んだが得心せず、落葉高山の英圧指示で得度した。出家後は門法のため各地を放浪し、さらに鹿山に戻り8年間修行を続けたものの、疑念を解明することができず。 すせの少林寺で免疫していたダルマに、面会し弟子入りを交うた。ダルマは断ったがエカは諦めず、自らの腕を切り落として、弟子入りの願いが俗上や世知によるものではないことを示し、入門を許されたと伝えられている。実際は、元から肘がなかったため、後からこの伝説が作られたとも言われている。ダルマの宝刀を継ぎ、前週、第二祖となったとされる。 弟子の官地層を育て報棟を伝えたが、不況には困難が多く、常に迫害や妨害にさらされていた。州武支配物では遠出て、ノブル習慣公算に避難を余儀なくされた。聖安県での不況中、エカの説法に徴収を奪われた、供給時の総弁和がエカを憎み、功績を打破した邪剣の同人であると残訴した。弁和の訴えを聞いた、県連はエカを捉え、 取り調べなしに処刑した、去年106、ありがとうございます。